ちょっと待って、ここ何匹いる？はちょっと待って、ファンタスティックです。今日もですね、カマキリロードの方にやってまいりました。今日もこちらのカマキリロードを使いまして、カマキリたくさん捕まえた寄生率確認していこうと思います。それではやっていこう。いや、ロードキルの数が凄まじい。ここと、ここと。で、生きてる個体が一匹だけここにいる。よし、あ、こいつ、いた。いや、マジ、ロードキルの数が本当にすごいぞ。こいつもでしょ。あー、こいつは褐色だね。踏まれてるのは今日かな。あ、まだほら、生きてるもん。道路の端寄せておきましょう。はい。いや、ロードキルの数がもう凄まじいわ。あとこれはね、別の全然関係ないんだけど、風邪ひいたんだよね。めっちゃ鼻声、めちゃくちゃ風邪ひいた。熱がさ、マックス38度ぐらいまで上がってガチできつかった。おー、生きてる。あ、いるじゃん。お、生きてる生きてる。バカ逃げるんだけど。よいしょ、よっかい。今回オスだね。オスの腹広。え、待って、嘘でしょ。おい、もう10月だぞ。クマゼミ鳴いてるやん。え、これすごいんじゃない？え、初めてかも、10月にクマゼミの声聞いたの。しかもバリ元気やし。いやー、お前もう交尾できんやろ。意外といるんかな、この時期でも。もうここに2匹いるんやけど、やばすぎやろ。こいつと、いてガチでいて、ガチで。こいつと、あとこいつ。うい。あ、待って、ちょっと傷つけ合うな。ちょっとエンジン変えるよ。よいしょ、オッケー。あれ？あいつ今降りてきた。上から。だよね、降りてきたよね。何してんの、お前。絶対降りてきたやろ、上から今。飛んできたやろ。ちょ、待てって。よし。めっちゃいるやん、この辺。なんか、カマキリロードでも個体数多い場所があるんだよな。この辺とか確かにそうだよな。一箇所にめちゃめちゃカマキリ固まっているんだよね。どういう違いなんやろうか。何怒っとと？無駄でーす。怒ったらね、逆に俺から捕まれるだけやからね、逃げることに専念したらいいよ。次からはね、来世はそうし。お前もだよね。生きてるよね、君。やっぱり、昆虫界最強と恐れられたカマキリ族が、お前、道路で擬態かよ。やばいって、しかも道路の上ってお前全然擬態できんからな。色違うぞ。え？え、おい、待って、生きてるぞ、こいつ。危なっ。お前10月にセミファイナル食らうとこやったわ。嘘でしょ。10月にセミを2個体を見ることが来ると。まず泣いてる。夏休みかな。生きてるもんね、こいつ。普通にツクツク帽子でしょ。やば、危うくセミファイナル食らうとこだった、この時期に。まあ、ちょっとあれだから、あっちの茂みに投げとこうか。なんか、オスがおるで。うっしー。大釜やね、大釜。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。激怒。お前また、え？大釜のオス、いすぎなんだけど、そして死にすぎ、ロードキルされすぎ。いや、そういえば、この前、胸アカの動画上げたんだけど、胸アカにね、噛まれて思ったんだけど、あのね、胸アカもね、噛む力とかパワーは本当にすごく強いんだけど、あ、なんだかんだオオカマキリの方が強いです。の、お、え、おうおうおう、捕食してる捕食してる。ヒメクダマキモドキ食べてますね。やば。これは規制されてないでしょ、さすがに。あと食事中だから触らんどこうか。一心不乱じゃないけどさ、こっちをマジで全く気にせず食い続けてるよ。ほら。やばくね？なんか奥でくるくる回ったの気になりすぎるけど、まあ、ほら、やばい、バリ食ってるよ。うわ、えぐ。いや、カマキリの捕食シーンってマジでかっこいいし、神秘を感じるよね。
俺だけかな、めちゃくちゃ好きなんだよねカマキリの捕食シーン。まああいつは手すりにいたけど多分規制されてないと思うのであんまましておきます。なんで規制されてないと思ったかっていうと、あいつを見たらわかるんですけど、お腹がすごくぼってりで縦向きに膨らんでいたっていう感じ。街も広がるぐらいしっかり膨らんでいたっていうところと、待って、オオカマキリがいる。あ、奥に腹広もいるわ。バシッ、あ、待って、うわー飛ぶやん、飛んで人の家入っちゃった。もういいやつは、奥の腹広褐色だけもらおう。ういてか地上からあんなバッと飛べるんやね、オオカマキリって。ここにもおったわ。でさっきの続きなんだけど、さっきのやつはね、ここのお腹の街が広がってたっていうところと、あとね捕食してた、これもね結構ね大事なことになります。なんかトカゲいるぞあそこ、カナヘビだカナヘビ。てかこの道何匹腹広いの。今さ走ってきたけど、ここにおって、でこれ持ってるやつでしょでここにもおんのよ、ほらこいつと、あとここにもいる。あれは、あ、これは踏まれてるのか、これ踏まれてるけど、やばすぎ。何匹おんの、回収しよう。よいしょ、わこいつ黄色、めっちゃ黄色いぞ。あー待って、うん、黄色いやつはこっち来たからさ、まあ追っかけてきたんだけど、ここにもいるわ。痛い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 、ほらここ痛い、ガチ痛い痛い痛い、食い込んでる食い込んでる、捕獲。まあ樹状性のねカマキリがねこうやって地上にいることおかしいからね基本的に。あー待って、どんだけおんのこの道、待って待って待って、まあ、すさまじい量いる。まずここにいて、待って、よし、ここにもおんのよね。おう、バシ痛い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 、よし、何匹目やねんマジこれ。よし、この子結構あれだな、力弱い、弱ってるな、どうしたとかいな。この道ね車が通らないんだよね、だからねその代わり虫がいっぱいいたりするんだけど、虫がいっぱいいるってことはどういうことかっていうと、ここのね隙間の隙間にね、なんていうか道にね、あの雲がね巣を張るんよ。あ、またトカゲのヘビいる、家の中入っちゃった。そうだけど、ね、巣を張るからね、こう歩いてるやんか、めっちゃ顔にね自然ラッピングされるわけ。マジでやめてほしい。カメラ止めたらね目の前にねカマキリが出てくるんだよね。こいつ足一本かけてんな、はい、手すりの上にいる。バシッ、あ、こいつは規制されてる、ててててててて、もうこいつは規制されてるだろうね。痛い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 、待って、なんかいるな、カマキリっぽいけど、あ、カマキリだね。うわこいつは規制されてないだろうな。さっきのやつと一緒でお腹がすごいぽってり膨れてるし、こうやってね威嚇してくるこう力もね弱いんだよねすごく。ほら同じようにしてるの分かる、ほら同じようにこう手かけてこうやってね俺に対して攻撃をしてくるんだけど、この力がねすごく弱いんですよ。だからこの子はね寄生率チェックをしなくても寄生されないって大体分かります。はい、じゃあこの辺にひっついといて。手すりっていうのはねカマキリとかにとって格好のね獲物を捕まえる場所ではあります。なのでこういうところにカマキリがいたりするんですけど、 それもね寄生されてるのと寄生されたいのいろいろいますからね。こいつは絶対寄生されてないです、お腹を触るまでもない。寄生されてるやつであそこまでお腹ぼってり膨れてたら絶対にもう力とんでもなくなってるんで。はい、路上腹広でけえなお前結構。あ、ちょっ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 、こうやってね掴む。え、こいついたたたたた、ほらもうね力が全然違うんだよね。その寄生されてる腹広ってめっちゃ力強いんだよね。いや気のせいかなと思ったんだけど、俺もね全然気のせいじゃない、結構ガチでね普通にある。寄生されてるやつはめっちゃ力強いんだよね。でも寄生されたやつはそれなりの力しかないから、やっぱりね寄生された腹広カマキリパワー強くなってる説、これ全然僕ありえると思うんですよね。うわ何これ、何これ、待って、うん、何が起こってる、大丈夫、生きてる、まあいらんこと触らん方が良さそうな気もするけど、どうしたお前、うん、寄生されてる感じではないな雰囲気は。弱ってるわけでもないのか、あれか卵産む前とかかな、そんな感じ。黒くね、お腹、ほらお腹の街がポンポンになってる、すっげえ。ほらこうやってさ今カマかけてるの分かる、俺の手に結構食い込んでるんですけど、これね寄生されてるやつはね手にねめり込んでくるというか、なんて言うんだろうな、もう本当に貫通してくるんですよ指を。
でもね、規制されてないやつはこんな風に貫通しないんですよね。まあ、これはハラビロカマキリだけですけど、他の胸アカとか、胸アカハラビロカマキリとかオオカマキリとかは例外です。ハラビロカマキリだけですね、こういう風になるの。なんだろう、生まれてるね。何これ、顔だけ踏まれた感じか。だからハリガネムシがまだ出てきないのか。あ、入ってるもんね普通にね。ほら黒いでしょ、ケツ先。普通に寄生されてるけど、踏まれたところがお腹じゃなくて顔だったから、まだハリガネは出てきないと。そういう感じですね。こういうやつはね、大体ね、もう一回踏まれるんですよ、カマキリって。今逃げれないからね。こいつなんだ、オスか。いや、メスだったな。いや、ちっちゃい、いてててててて、メスだね。お尻の先がポコってなってるからメスですね。なんだこいつ。あ、これもカマキリ、生きてる。あ、死んでる、ロードキルされたとか。褐色のメスでかなりちっちゃい個体だね。カマキリのメスでこのサイズ感マジちっちゃいぞ。ちょっと待って、ここ何匹いる。はっ、ちょっと待ってうわ、わかるかな。こことさ、そことそこにいんのよ。で、多分そこにもいんのよ。ちょ、ごめんね。ここ、これこれこれ。で、ここにもいんのよ。ほら、ここここここ。は？やば。密集、いや、やばすぎ。いや、わかるかな。画面にさ、4匹いるのわかる？手前と、奥と、あ、て、ここね、手前と、奥と、ここと、ここ。で、ここ。は？大事故だろ。何匹いんだ。しかも全部生きてる。ちょっと待てよ、エンチン缶2匹ずつ入れてこう。いや、やばすぎマジで。よいしょ。で、こいつが3匹目。うっ、うっ、ちょい待て。よし、バシ、待ちなさい。よし、これがとりあえず見えてるやつではラスト。よし。いや、密集しているよねって話さっきしたけど、いくらなんでも密集していすぎだろ。一箇所に5個体ぐらいってのかな。やばすぎるガチで。はい、あー、またちょ待ちなさい、待ちなさい。よし。は、これも、お前もやろ、お前挑戦やない。今さらそんな茂みに隠れてどうすんの。今年そういえば挑戦ね、飼育できてないから、こいつ持って帰ろうか。まあ規制されてるかどうかによって、まあお前がそのね、まあどうなるか決まってくるけど。こいつあれじゃん、食われてる。まあ規制されてはされながらが飼育はするけど、まあ、卵を埋めるか埋めないか変わってくると。よいしょ。わ、色綺麗こいつ。めちゃくちゃ綺麗な褐色の個体だ。緑がすごい。いや、めっちゃいい色だよな。カメラじゃな、ちょっと黄色っぽくなるのがもったいないんだよな。肉眼で見るともっとね、緑っぽいというかね、こう色の明白、なんていうの、こう色のこう色彩というか、なんていうの、こうはっきりしてて、すげえ綺麗な色してるんだけどな。カメラじゃな、それ表現されないよな、やっぱり。いたー。まあ俺は近寄ってきたやんで、こっち見たやろ今。はいもう捕まえる時も、もう上から手をかぶせるだけ。はいって言って、あ、あそこにもいる気がする。はい、ごめんよ、ちょっとお腹押さえてたわ。まあどうせお前お腹から針金出てくるんやろ。歩いてる歩いてる。うん、おかけっこしようや俺と。はい、何これ。よし、あれか、サトクダマキモドキか。違かったけど、多分サトクダマキモドキじゃなかったっけこいつは。ということで今ですね、カマキリロードの一番個体数が多いところを見て回ったんですが、個体数が素晴らしいことになってますね。ハラビロカマキリだけで4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。今日のね、ハラビロカマキリだけで30個体、そしてオオカマキリ、朝鮮カマキリが1個体ずつ、あと他にもオオカマキリとかいましたけども、その辺はね、逃がしてきたので、
こちらには入っていませんが、あとこれはね路上にいたやつらなんですけども、これ以外にあと捕食していた分が1匹と、あとよくわからない手すりの付け方をしていた腹広が1匹いましたけども、あいつらは多分規制されてないことが、まあ、ほぼ 100%、まあ、99% の確率で規制されなかったので逃がしてきました。やばいですね、まあ、こいつらほとんどが規制されてると思います。こいつらまた持ち帰って規制列チェックで動画を撮ろうと思います。